今日の僕も可愛いな。僕ってほんと気が利くよね。みんなと騒ぐのも悪くないな。来年も一緒に、なんて思うの初めてだな。希望、か。そうだったらいいな。カフェ目指して、レッツゴーこれ、ビンに会うと思ったんだ。これでうまくやれてきたのにな。はいはーい。じゃあ店員さん呼ぶね。 チョコの作り方を教えてあげよう弟くん、おっさき怖くないよ仲良くしようね。でも、僕は、うん。楽しかったよ。すごくね。んあ、用事思いついたかもどうして、こんなに寂しいんだろう。あ、あっちのお店も見ていかないもう無理だって思ったら、 逃げていい。ユキ来てくれたんだ。うんうん。なかなかの出来栄えだね。今日はいい夢見れそうだよ。